気がつけば終着駅佐藤愛子。この年になって初めて自分のことが分かった。新刊だと思って買ったのに古いものを集めたものなのか、人をバカにしてと怒られる方もおられると思います。私もそう思って出版を辞退しました。すると当社出版部のお方は、50年前ですよ、読んだ人がいたとしても中身は忘れています、亡くなってる人も少なくないと思いますがね、と言い、私は自分の年を改めて思い、過ぎ去った50年の歳月のあまりの遠さ、あまりの分量に言葉を失ったのでした。私はこの11月で96歳になります。もう新作を書く力はありません。50年前、私は来る日も来る日も売れない小説を書いていました。自分の書いたものがどの程度のものかは考えませんでした。考えてもわからないのでした。行く先は闇でしたから、書くしかないから書いているだけで、あまり楽しい日々とは言えませんでした。芥川賞とか直木賞とかは別世界の人のことでした。とにかく商業誌に出たい思うはそれだけでした。そんな時に初めて原稿依頼が来たのです。当時、女性誌の先頭を走っていた婦人公論からでした。編集長はおそらくこの国では初めての三枝紗衣子という有名女性編集長でした。すらりと痩せてみるからに知的で、品格、押し出し、日本女性の先頭を切って生きている、といった貫禄で、三人のお供を引き連れて、私にはそういう感じ、我が家の応接間に入って来られた時は、緊張のあまり挨拶に答える私の声は、裏返ったのでした。それまで私は小説ばかり書いていて、エッセイというものは書いたことがなかったのです。しかし三枝さんは、エッセイを書けと言われる。そう言われたからには、どうして、書けないなどと言えましょう。そうして書いたエッセイが、冒頭の再婚自由化時代です。はじめ私はこのエッセイに、離婚者の胸に勲章を、という題をつけていました。それを三枝さんが、再婚自由化時代に解題されたのです。不服を言うなど思いもしませんでした。今なら怒って暴れているところですが、それを書いたのは1963年です。私は39歳でした。日本女性はまだ男社会の価値観の中にいて、離婚は女の恥とされ、不幸な女性は世間体のために忍従に耐えていた時代です。原稿が気に入られたのか、それをきっかけに私は、婦人公論でエッセイを書くようになりました。そしていつか、男社会でぬくぬくと男尊女卑のぬるま湯に浸っていた男たちに歯向かう、悪妻の横綱になっていきました。そして肩書きは、作家ではなく、男性評論家ということになっていました。男性を論評する物書きという意味ですね。そして今日に至っています。それにしてもこの50年間の日本の変わりようはどうでしょう。国の変化に伴って、日本人、男も女も老人も子供も変貌してきました。同時にこの佐藤愛子も変化しています。かつては、離婚者の胸に勲章を、と言っていた佐藤が今は、え、また離婚？いい加減にしなさいよ。というようになっている、この時代の流れが面白いです。力みながら、やっぱり私も流されてきています。生きるとはそういうことなんです。2019年、秋、佐藤愛子、再婚自由化時代、最初の結婚に敗れた体験、私は再婚者である。約14年ほど前に離婚し、それからほぼ7年の後に再婚した。32歳の時である。最初の結婚に敗れた時、私はもう生涯二度と再び自分が結婚生活に入るようなことは絶対にある、前と固く思い、もうこりごりです、と人にも言った。そんなことを思ったり言ったりしたのも、私たちの結婚生活がどんなに悲惨で無意味であったかということと同時に、私自身がいかに結婚生活を営むのに不適当な女であるか、ということを自覚したためでもあった。私と夫が別れたのは、夫がモルヒネ中毒になったことが表面上の理由となっている。しかし私には、もし夫がモルヒネ中毒にならなかったとしても、何か他に私たちの結婚生活が破壊される原因が出てきたのではないか、という気がその頃からしていた。私と歩調を合わせて暮らしていける男など、そうざらにはいないということを、今日までの間に何人かの人からも言われたし、自分でもそう思った。つまり私は結婚生活にコリゴリしたと同時に、人と一緒に暮らす時の私自身にもコリゴリしたのだ。私のような極度にわがままな女は、生涯、孤独に暮らすのが一番に合った生き方なのだと思い決めていたのである。佐藤愛子、気がつけば、終着駅。